It was really fun meeting the parents of the kids and the kids, and we like played a lot, like we made the beads and we did some frisbee. It was really fun. I love playing with the kids, and I think all the volunteers helping each other was really nice.初めてお話しいただいた時に一瞬迷ったのですが、それは私自身ががん患者でもあり再発した直後でもあったから、非常に楽しく過ごさせていただくとともに、たくさんの勇気と元気と喜びをもらいました。やはり将来的に小児病院に携わりたいという気持ちは、心の底にあったので、今回参加させていただきました。いろんな方とお話しして、一人でも多くの子供たちに、勇気と希望を与えて、また僕もすごく明るい気持ちをもらったので、日々頑張っていきたいと思います。家族として参加することは全くなくて、また入院している時からキャンプカレッジの存在は知っていたので、いつか機会があればなと思っていた時に、ちょうどいいタイミングでやってきたので、夏休みに応募しようと家族に決意をして応募しました。本当にたくさんの出会いと新しい知識をいただくことができて、本当に自分の学びにもつながったなと思います。ちょっと自然の空気に触れて、こう自然の中でご飯を食べたり、気分転換ができて、また治療に向かって家族で頑張るぞっていうパワーをいただきました。どんぐりはめっちゃ大きくてびっくりしました。たくさん拾いました。楽しかったです。で、今回キャンプには看護師とカメラマン両方の立場として参加させていただきました。特に今年はご家族の方と夜お話をして、入院中にはないような退院した後この後成長できるかどうかとか、いろいろ悩みがあって、そういうところをお話しできてよかったなっていうふうに感じています。小学校3年生の時に初発を迎えて、5年生で、再発をしているというところで、初めての振り返りビーズというところで家族で過ごした、一番本人が辛かったと思いますけども、それを振り返りができたのはとても良かったと思います。宝探し結構あったね。宝探しが ね、面白かったね、面白かったね。そうだね、よく頑張ってたね体硬かったよ心強かったのは、医療関係者の方も来ていただいて、旅行行くといつも、もし何かあったらどうしようっていうのが頭に常にあったんですけど、そういった不安などもなく、一日楽しく過ごせました。パステルアートとか消しゴムで消したりするの初めてだったんで楽しかったです。あとなんかビーズガレッジ病院でできなくて、今日できてすごく良かったです。 I realized again how wonderful it is to spend time with everybody up here, surrounded by beautiful nature, and we had a very good time last night doing musicAnd singing songs. 今年も去年に引き続きキャンプカレッジに参加できて、また、朝ヨガもすることができて、いろんなご縁が生まれて、本当に素敵な経験をさせていただきました。今まで見守ってもらう側だったんですけど、今度はボランティアとして何かできることないかということで、娘を支えながら今回参加させてもらいました。ユーナの経験を少しでもちょっとこう役に立てばと思って参加させていただいて、実際お話しさせていただいて少しはお役に立ったんじゃないかなと思います。楽しかったです。単純にボランティアとか寄付っていうのは日本人があまりしないんですけど、私も53になってそういうことに興味があってお声かけてもらって今回来ましたけども、非常にお子さんたちが元気はつらつで楽しい笑顔をすごいされてたので、正直来てよかったなってすごい充実感があります。